ヌクマム、日本語表記はヌクナム、ヌックマム、ヌクマム、ニョクマムなどとも、は、ベトナム料理で使われる調味料で小魚と塩を原料とする魚醤の一種。ベトナムのヌクマム魚介類に塩を加えて発酵させた食品、マムの一種である。小魚と塩を壺や樽に入れ、冷所で6ヶ月から12ヶ月間熟成させたものの、浸出液がヌクマムである。 ベトナム料理で使われる頻度が高いために、ベトナムを代表する味とも言われ、その役割は、日本料理で使われる醤油にも例えられる。砂糖、ニンニク、唐辛子、ライムなどと合わせてヌクチャムという漬け汁にもされる。下級のヌクマムは、周期が強いことでも知られ、初めて口にするときに抵抗を感じる人間も多い。ヌクマムを煮きに使ったときに出る周期は、 草屋に例えられることもある。ヌクマムには多量のアミノ酸とカルシウムが含まれ、タンパク質も多く含むことから、ダイバーや漁師が体を温めるために飲むこともある。フランス・パリでも提供されているヌクマムかつてのベトナムの海沿いの地域では、それぞれの家庭で、独自のヌクマムが作られており、地酒の数ほどヌクマムが存在するという格言も、存在する。 発酵食品であるため長期の保存が可能であり、また、寝かすことで味に深みが出るため重宝されていた。18世紀後半にはすでにヌクマムはベトナム料理に使われていたが、それ以前の時代の資料にヌクマムに関する記述は確認されていない。ヌクマムが初めてベトナムの文献に現れるのは、1770年代から1790年代に、 かけて起きた内乱の記述だと考えられている。また、ヌクマムは中国から伝えられたという説も存在する。同様のものとして、太陽国にはナンプラー、カンボジアにはトゥックトレイが存在する。ヌクマムが製造される。工場過去には自家製のヌクマムが多く作られていたが、工場での製造も盛んになっている。原料となる魚は海水魚が 一般的であり、イワシとムロアジが使われることが多い。ムロアジ族のカーヌク、カタクチイワシ族のカーラブから作られるヌクマムが、高品質のものとされている。炭水魚を原料とするヌクマムは、味が悪いとされ、魚や、食肉の煮物に使われることが多い。ホーチミン市で提供されるヌクマムで軟骨を煮込んだ、料理亭に網を張って、石を敷き詰めた水槽の中に、 塩をすり込んだ小魚と塩を交互に重ね入れて発酵が進められる。魚を漬け込んでから1ヶ月間毎朝タンクの中を攪拌し、1週間が経過した後は攪拌の度に塩が追加される。発酵、熟成が進んで、魚から液体が分離した後、水槽の下にある蛇口から液体が取り出されて、フィルターにかけられる。 タンクから最初に絞り出した液体は高級品となり、一番絞りの液の一部と塩をタンクに入れて攪拌し、再び液体が絞り出される。一番絞りのぬくまむには加熱殺菌とろ過が施され、生殖用として出荷される。二番絞り、三番絞りの液体には、加熱を行わずにろ過のみがされ、炒め物用の調味料として出荷される。島。 ファンティエットが、ムクマムの名産地として知られている。ありがとうございます。